ミュージシャンとして正しい音を正しいタイミングで奏でる感覚は何者にも変え難いものですね。しかし、それらの音が正しいものになるのはなぜでしょうか？というわけで、今回はインターバルについてお話しします。インターバルは音楽理論の最も基本的な構成要素です。今回は音楽のインターバルの概念を探求し、音符の間にある魔法の科学を解き明かしていきます。インターバルとは？インターバルは単純に2つの音の間の距離です。この距離はピアノの鍵盤やギターのフレット上でのステップ、またはハーフステップ、またはセミトーンで測定されます。各ステップは楽器の鍵盤、またはフレット上での1つのキーや1つのフレットに相当します。2つのセミトーンは1つのホールトーン、またはホールステップに相当します。便宜上、私たちはホールステップでのピアノの鍵盤ギターのフレットの2つのジャンプを表すためにこの用語を使用し、セミトーンは1つのキーフレットの距離を表すために使用します。インターバルにはどんな種類があるのでしょうか？インターバルの種類には2つの部分があります。質と度、質はインターバルの大きさを、つまり2つの音の間のステップ数を説明し、度は音の位置をスケール内で説明します。質には5つの異なる種類があります。完全パーフェクトメジャーマイナー増、またはオーグメンテッド、減、またはディミニッシュ。度はスケール内での音の位置を指します。例えば C メジャースケールでは最初の音 C はトニック、2番目の音 D はセカンド、3番目の音 E はサードとなります。そしてトニックの C に戻ると、そのインターバルはオクターブと呼ばれます。インターバルの度について話すとき、特定のスケールの文脈でこれらの音の間の距離を指しています。パーフェクトインターバル、それって何ですか？パーフェクトインターバルは音楽において最も安定した徐々的なインターバルです。非常に強く快適なサウンドがあり、メジャーとマイナースケールで自然に発生します。パーフェクトな質を持つ可能性のあるインターバルにはユニゾン、4度、5度、オクターブがあります。例えばパーフェクトフィフスのインターバルは音符 C と G の間の距離です。キラキラ星の冒頭では音符 C と G の間にパーフェクトフィフスがあります。同様にスターウォーズのテーマもパーフェクトフィフスで始まります。パーフェクトインターバルは十分に安定しているため、他の鍵で他のより安定したインターバルに戻る必要がなく、その名の通りです。これらはまたポップやロック音楽でギターでよく演奏される普遍的なパワーコードを形成するインターバルでもあります。パワーコードは単にルートとパーフェクトフィフスを一緒に演奏したものです。じゃあメジャーインターバルは？メジャー質を持つ可能性のあるインターバルにはセカンド、サード、シックス、セブンスがあります。特に3音のメジャーコードの最初の2つの音の間の距離はメジャーサードであり、これがコードに名前を与えています。メジャーインターバルは明るさとエネルギーの感覚をメロディーやハーモニーに加える傾向があり、明るく楽観的に聞こえます。ハッピーバースデーの曲の冒頭では音符 C と E の間にメジャーサードがあります。ではマイナーインターバルはどんなものでしょうか？任意のメジャーインターバルは一つのセミトーン下げることによって対応するマイナーインターバルを作成できます。インターバルはその度数を保持しますがマイナー質になります。例えば C と E の間の距離、メジャーサードのインターバルは4つのセミトーンです。もし E を1つのセミトーン下げて E フラットにすればマイナーサードが得られます。これは他のメジャーマイナーインターバルにも適用されます。マイナー2度1セミトーン、メジャー2度2セミトーン、マイナー3度3セミトーン、メジャー3度4セミトーン、マイナー6度8セミトーン、メジャー6度9セミトーン、マイナー7度10セミトーン、メジャー7度11セミトーン。マイナーインターバルでは音符間の短い距離によって多くの人が憂鬱や内省的な音と関連つけるような暗いサウンドが生まれます。曲グリーンスリーブスの冒頭では音符 B と E の間にマイナーサードがあります。ゾーンインターバルは何ですか？以前に議論したパーフェクトインターバルを覚えていますか？それとは不完全なインターバルはどうでしょうか？パーフェクトインターバルも異なる質を持つように上げたり下げたりできますが、その度数は維持されます。これらのインターバルはもはや調和的ではなく不協和音となり、キー内で他の調和的なインターバルに戻りたくなります。ミュージシャンはこれらの音を使用して緊張感と開放感を作り出します。ゾーまたはシャープは完全インターバルを一つのセミトーン上げることによって生じます。例えば完全4度は一つのセミトーン上げることでゾー4度、つまりシャープフォースが生まれます。このインターバルは非常に緊張感があり不協和なサウンドを持ち、映画のスコアや現代音楽で緊張感とサスペンスを作り出すためによく使用されます。シンプソンズのオープニングテーマはこのインターバルを使用してその風変わりでずれたサウンドを生み出しています。完全5度も増加、つまりシャープすることができます。メジャーサードと組み合わせるとこのインターバルはオーグメントコードを形成します。
ゾーコードは次のように表記されます。1、3、シャープ、5、ゲインインターバル。ゲインインターバルは非常に緊張感があり不安定なサウンドを持っています。これは通常完全5度を1つのセミトーン下げることによって生じます。トライトーン、このインターバル、弦5度、もしくはフラットフィフスはトライトーンと呼ばれています。トライトーンは特に暗く不安を引き起こすとして悪名高いです。ベートーベンの有名な月光ソナタの冒頭の音符は弦5度のインターバルを特徴としており、これによりリスナーに不安と緊張感をもたらします。このインターバルは弦コードでも見られます。1、フラット、3、フラット5、命名法について、一部のインターバルはイメイドウオンです。イメイドウオンって何ですか？同じ音がするが文脈によって異なる綴りになることがあります。英語の単語ライトとライトやアントとアントのようにです。例えばゾー5度はマイナー6度とも呼ばれることがあります。基本的なマイナースケールの文脈ではマイナー6度と呼びます。なぜならスケールにはすでに完全5度のインターバルが含まれているからです。同様に弦4度は単なるメジャー3度です。ほとんどのコンテキストではメジャー3度を使用することが一般的です。通常スケールやコードには各度数ごとに1つしか含まれません。メジャースケールのリディアンモードは素晴らしい例です。リディアン1、2、3、シャープ4、5、6、7、シャープ4はフラット5とイメード音であるためこのスケールを次のように表記することもできます。1、2、3、フラット5、5、6、7。ただし数学的な観点からミュージシャンと理論家はこれを行いません。代わりに基本的なメジャースケールから派生した1、2、3、4、5、6、7のパターンの枠組みを保持する必要があります。これを容易にするために第4度は上げられシャープ完全5度はそのまま保持されます。インターバルの名前と質の基本を理解したら耳でインターバルをどのように識別できるようになるでしょうか？耳でのインターバルの検出ですね。最初のステップは各インターバルの音を習得することです。これを行う最も簡単な方法の一つは耳に馴染みのある音楽のリファレンスを見つけることです。タイムレスな曲やテレビのテーマソングなどが該当します。例えばリヒャルト・バーグナーのローエングリンによって一般的になった婚礼の合唱は完全4度で始まります。もしもインターバルを聞いてそれをその曲に関連つけることができればそのサウンドを認識するための参照点ができます。虹の向こうでは完全オクターブで始まります。忙しい人は通勤中などでイヤートレーニングアプリを使用してこの感覚を徐々に身につけることができます。バンドマンならば練習することで実際の音楽でインターバルを識別し演奏や作曲の向上に役立てることができるようになります。以下は始めるのに役立ついくつかの迅速なヒントです。インターバルは叙情的ですか？不協和ですか？心地よいサウンドですか？それとも荒々しいですか？インターバルは広いですか？それとも狭いですか？音符の間に大きな距離がある場合、おそらく完全5度以上です。最も簡単に認識できるいくつかのインターバルはマイナー2度とトライトーンです。これはこれらのインターバルが特に厳格であり、目立たざるを得ないからです。マイナー2度は映画ジョーズのテーマ音楽です。これは見逃せません。もしもある程度まともな歌手であれば、これらのインターバルを識別するために使用できるトリックがあります。オクターブを歌い、声を下げて聞こえる音に合わせて着地させます。加工したステップの数を数えれば答えが得られます。例えばオクターブを歌って一つのセミトーン加工させるとメジャー7度が見つかります。2つのセミトーンはマイナー7度です。3つはメジャー6度です。インターバルを認識し演奏や作曲で利用することで音楽を通じて感情をよりよく表現することができます。それだけでなくより効率的になり素材とのつながりが深まり視床読譜、転写、聴覚などのスキルを磨くことができます。だから次に音楽を演奏するか聞くときは注意深く聞いて新しいことが聞こえてくるかどうか確認してみてください。